シグ SG550 はシグ社によりスイスで開発された自動小銃。大量生産されたアサルトライフルの中でも命中精度が高い銃の一つで折りたたみ式2脚と折りたたみ式重症が標準となっている。AR-18 の影響を受けて登場した欧州製アサルトライフルだが動作機構は AK-47 を単純化させ ガスピストンにリコイルスプリングガイドを兼用させた独自の構造となっている。スイス軍向けに60万兆以上が生産され、SG510 とともに現在も採用されている。スイスでは徴兵期間を終えた国民に小銃を対応しており、家庭での管理も許されていた。現在は事故防止のため郵便局などが一括管理をしている。本銃と その派生型は輸出も行われている。射撃演習の機とシグ SG550 を携帯したまま買い物をする予備役兵スイスは衛星中立国であると同時に国民開閉国家でもある。スイス軍は1979年から1980年にかけて正式採用自動小銃の強作を実施し、これに応じるため宿舎は シグ SG540、シグ SG541 を元に開発を行った。1983年にシグ SG550 がスイス軍製式小銃として選ばれ、ドイツ5名スターンゲベア90、フランス5名カイアス90と命名された。経済的な理由から実際に量産が始まったのは1986年であった。シグ550は、 光線想定距離を300メートルとしており、弾頭のコアが鉛だけの GW パッド9 5 6ト、mm、ル弾を使用する。コアに鉛とスチールを用い、弾頭重量が0 1ム小さい s s 1 0 9 5 6ト、mm、ル、ナトウ弾を使用することもできるが、命中精度は専用弾より劣る。専用弾を使用した場合、 300メートルでの着弾範囲は7センチメートル7センチメートルに収まる。狙撃眼鏡なしの標準装備の標準機でも400メートルまで正確に射撃でき、狙撃眼鏡使用時はこれが600メートルとなる。シグ SG550、SG551、SG552 は共通のプラスチック製断層を採用している。半透明なこの断層は 残弾数の確認が容易に行えるほか、無改造でジャングルスタイルが可能になっている。種類は、スタニッヒ断層と同じく20発装填のものと30発装填のものがある。重口の近くには重心の厚さによって色が変わる特殊な金属リング部品が付いており、加熱状態を目視確認できる。短縮カバンとして SG551 と SG552 がある。これもシグ5 5 0同様、命中精度と信頼性が高いため、世界中の特殊部隊やアメリカ連邦政府の各種機関で使用されている。また、バチカン四国の衛兵隊もシグ s g 5 5 0を装備している。シグ s g 5 5 1シグ s, s g 5 5 2にオプションを取り付けた状態半透明20発弾装装填された弾丸と、 ジャングルスタイル用の結合ラグ2個が見える。ありがとうございます。